師であります源哲也先生、作詞は三浦佳子さんという方です。三浦佳子さんはですね、松田聖子さんのデビュー曲から何作か手掛けてらっしゃる方で、チェリーブラッサムとか夏の扉とかね、青い珊瑚礁ですとか、郷ひろみさんのお嫁サンバとかね、昔のこうアイドルソング、もうゴールデン時代のアイドルソングを手掛けてらっしゃる方、工藤綾乃でまたアイドルの部分も出していただけた、そんな曲になっておりますので、ぜひ皆さんお手拍子の準備はよろしいですか。初めて聞くよという方がたくさんいらっしゃると思いますが、ノリに乗ってお届けしたいと思います。聞いてください。ときめきロマンス。